なかなかの腕前じゃねえか。やはりいいものだな。真剣勝負は。向き合う瞬間、命の重さが俺の剣を震わせる。呆れた勢いだ。決まるのはいいが、先に燃え尽きるなよ。捕らえどころのねえ野郎だ。修羅場をくぐってきたのは、 てめえだけじゃねえ。面白くもねえな。出し物はそれでしまいなのかてめえの夢にゃ頷けねえな。やばい目してやがる。近寄るだけで魂を削られるようだぜ。はっ。あんたの剣とは、反りが合うようだ。奥方殿。 あんたの真意がわからない。さすがに重い骨まで叩き割られそうだぜてめえの少年も、その邪剣みてえにひん曲がってんのかちぇここで倒れちゃ男が去るぜ祭りなら、盛り上がるのは終盤だ 波に乗っていい気分かそれも今のうちだ。こいつ、兵を何だと思ってやがる政宗様を無視できねえってのが、てめえらの器の狭さよ貫く力は、滅ぼす力には負けねえ不思議と焦りはねえ。なんだ このまとわりつく不吉さは、この小十郎、逆境など百と超えてきた主を放り出して策に酔う。ガキのやることだな。伊達軍の子守りをするにはまだ足りねえな。仕方ねえのさ。死は誰にでも訪れる。好きなだけ叫んだか そろそろ終わりだ片付けちまうには惜しいが、仕方ねえどうしたせいぜい悪酔いしねえようにな。逃げ道は用意したが、もう待ったなしだ豊臣貴様の野望を継いでたり地獄へ帰る時間だぜ この紅葉、果てるも悔いなしこれにてやめといたす市殿、一の覚悟鋼も貫くそれがカタクラの立刀よあ、はあ、食い締まり武田かてめえ、出家して坊主にでもなるかまだだかかってこいよ てめえ、俺を怒らせるんじゃねえぞ。政宗様の前で、集体は晒せぬ気に入らねえ展開だ。盛り返してやるぜ潮の引き時だ。消えてもらうぞしつこい男だおつむの自慢はよそでやれこっちを見な てめえの敵は、まだくたまってねえ龍の右目を、舐めるなよ上杉殿、もう少し付き合ってくれ市殿、一度のけじめはつけさせていただくこの決着、どう転ぶ軍略なんざどうでもいいてめえは切る それだけだ試しに切られに来てみるかもうちょっと腕磨いて出直してこいや。心配すんな。俺がてめえの火を消してやる。頼むぜ。俺を怒らせんなよ。所詮は半端もんか。 まずいマサムネ様どうかお力をマサムネ様この小十郎、深くの至り今一度、お目を注ぐ気を待たせたなこれで両の目が揃ったってことだ好きなしですなマサムネ様 お祈りを済ませろ。今すぐ済ませろ揺らはなりませんマサムネ様マサムネ様、背後が好きだらけですぞ。マサムネ様どうか無茶を、無茶をされるなマサムネ様、ここはこらえ時でございます。真剣勝負はどこに転がってんだかな あの世で、政宗様の天下取りを見物しなよ。竜の右目を甘く見るなよ政宗様、この小十郎がどこまでも共に。政宗様、皆があなたの背を守っております。政宗様に立てつく度胸は認めるか 小十郎、長さんじまするこの戦、小十郎にも活躍の場をご安心を、すぐさま参りますここは、政宗様にお任せいたします。この小十郎、信じておりますぞさすが政宗様だ俺でも見切れねえ お任せあれこの小十郎、力の鍵我が竜を阻む者、大縁とて払うのみ少々歌舞伎が過ぎたようだな、前だろう鬼は竜には勝てぬ。挑むだけ、無駄というもの。モーリー。 ここからはてめえの思惑通りにはいかねえ。天下未来、我が政宗様が導く政宗様の前に、まがまがしき闇はそぐわぬ軍神とて恐れぬ正気は我らにありこれも人にまっとうの定め許されよ、奥方殿 伝え聞く無敵の武勇この小十郎にも見せてみろ武中お手並み拝見と行こう政宗様知りたいものがまた増えましたな乱戦を望むか、武田軍いいだろう前だけ、一家総出か,か騒がしくなりそうだぜ 長創壁の自慢はハリボテか笑わせるモーリオ己の信念なき者に何ができるそれでいい裏でごちゃごちゃやるより、戦場で切り合うのが男ってもんだ魔王め何を考えている上杉の忍びか 懐刀の切れ味、見せてもらうぜ。浅いごときに、この戦は止められんどうした、ホンダ。主に退却をご中心かてめんとこの軍師が情けねんで、助けに来たか。豊臣軍も、ざまねえな。あなたの背中は守る。存分になされよ。 会の忍びは、不意打ちもできぬようだな。奥方殿、身内の切開も過ぎれば見苦しいですぞ。ここは戦場だ。ガラクタは片付けとけよ。数だけ揃っても、やることは腰式だけだな。武田が曲がりくねったてめえの立ち筋、正宗様には届かせねえ 魔王の性質とて、正宗様には触れさせませんぞ。少々甘やかされすぎたようだな、忍び。あざい真っ先に削除すんのは、てめえの口だてめえの家臣、なかなかのもんだ。構造にはもったいない男だぜ。豊臣ごとき。 かほども聞かねえ。政宗様、この小十郎がお供いたします。やりましたな、政宗様この小十郎、妨害の幸せ